オランダ西インド会社は17世紀オランダの直居会社。1621年にオランダ政府から特許状を受けて設立された。その設立は17世紀のかなり早い時期に提案されていたが、1609年にスペインと12年停戦協定が締結されたために遅れた。オランダ人商人だけでなく外国人からも多くの投資があった。 創設者の中には、ウィレム・ウセリンクスとジェッセデ・フォレストがいた。1621年6月3日、西インドにおける貿易独占を記した、オランダ西インド外社特許状が、レーデルラント連邦共和国から付与され、大西洋奴隷貿易、ブラジル、カリブ海、及び北、アメリカへのオランダ商人の参入を管轄した。会社が事業を展開できる地域は、西アフリカと、 太平洋とニューギニア東部をも含む南北、アメリカ大陸だった。特許上の目的は競争の排除による独占、特にスペインとポルトガルを排除することだった。会社は17世紀、ニューネエデルラントを含むアメリカ大陸の各地の一時的なオランダの植民地化に貢献した。1624年から1654年まで行われた、 オランダ・ポルトガル戦争で GWC はブラジル北東部のポルトガル領を占領していたが激しい抵抗を受けて撃退された。何度かの変転の後 GWC は再編成され大西洋奴隷貿易を主な理由に1675年に新しい特許状が付与された。この新しい会社は第四次英乱戦争が終わるまで一世紀以上 続いた。その間に会社のほとんどの資産は失われた。アムステルダムの西インド館。1623年から1647年までオランダ西インド会社の本社として使用されたオランダ東インド会社が1602年に設立された時、アムステルダムの一部の貿易業者はその独占的な方針に同意しなかった。天文学者。 地図制作者、牧師である、フランドル人のペトルス・プランシウスの助けを借りて、彼らは、VOC の独占を回避するために、アジアへの北東航路、または、北西航路を求めた。1609年、VOC に雇われていた、イングランド人探検家ヘンリー・ハドソンは、ニューイングランドの海岸に上陸し、アジアへの北西航路を求めて、現在のハドソン川を遡上した。 しかし、彼は航路を見つけることができなかった。その結果、1615年に、アイザックルメールとサミュエル・ブロマートは、VOC の独占を回避するために、南アメリカのティエラデル・フエゴ群島を抜ける、南西航路を見つけることに狙いを定めた。オランダ商人で最初にアフリカとの貿易に、注目したのは、バルタザール・デム・ヘロンで、彼は、セネガンビア地域で、 最初のオランダの拠点を築いた。アフリカとの貿易は、公益所や商館を設立する、可能性を提供した。1612年、オランダ領黄金海岸のモリーに、オランダの要塞が建設された。カリブ海との塩、砂糖、タバコの貿易はスペインによって妨げられ、和平交渉のために遅れた。スペインは、オランダ共和国が、 アジアやアメリカとの貿易から撤退することを条件に和平を申し出た。スペインは西インド会社が設立される場合は平和条約への署名を拒否するとした。この時、スペインとオランダ共和国の間でオランダ独立戦争が起きていた。ホラント州法律顧問のヨハン・ファン・オルデンバルネフェルトは12年間の 停戦と引き換えに、西インドとの貿易のみを停止することを申し出た。その結果、何年間かは、オランダ船は、南アメリカ海域では、外国の旗を掲げて航海した。しかし、10年後、オランダ総督のマウリッツは、スペインとの戦争を提案したが、スペインから共和国への注目をそらすことも提案した。1619年、 彼の性敵のヨハン・ファン・オルデンバルネフェルトは処刑され、2年後に、休戦が終わると、西インド会社が設立された。オランダ西インド会社の創設者、ウィレム・ウス・セリンクス・デラウェアのズワ・ネンデール入植地、オランダ西インド会社は、オランダ東インド会社と同様に組織された。VOC と同様に、GWC は、アムステルダム、ロッテルダム、ホルン、ミデルブルフ、 フロー人間に置かれた死者と呼ばれる5つの事業所からなり、そのうちアムステルダムとミデルブルフの死者が会社に最も貢献した。取締役会は19人会として知られ19人のメンバーで構成されていた。GWC の統治機構はレーデルラント連邦のそれに似ていた。連邦政府では決定時には地域代表による広範な議論が必要だった。 19人の内訳は、アムステルダムから8人、ゼーラントから4人、ノーザンクオーダーとマースとフロー人間から、それぞれ2人、そして政府からの1人だった。各地域独自の死者にはそれぞれ、取締役会があった。特許上の有効期間は24年に設定された。1623年は、資金調達のみが行われた。オランダ議会と VOC は、 資本と助成金の形で100万ギルダーを拠出した。ゾンバルトラは、隠れユダヤ教徒やマラーノが VOC と GWC の両方の形成に重要な役割を果たしたとの伝説を広めたが、調査によれば、当初は、ユダヤ人は小さな役割しか果たしておらず、オランダ領ブラジル時代に拡大した。当初は、スペイン領ネーデルラントを脱出して移住した、新教徒が、 GWC に多額の投資をした。1621年の設立後も一般投資家はそこまで積極的に会社に資金を投入しなかったのでオランダ議会は投資を促した。個人投資家の動きが遅かったのは株主が取締役の方針や普通の投資家の資金の扱いをコントロールできないことと取締役がその縁故にポストを提供するのは 詐欺的だというものだった。VOC の取締役は、株主に相談することなく、GWC に資金を投資したため、多くの株主の間で意見の相違が生じた。外国人株主を引きつけるために、GWC は、オランダ人と同等の立場を外国人投資家に提供し、フランス、スイス、ベネツィアからの出資を得た。 元の1621年の特許状は、英訳され、オーダーズアーティクルズグランテッドバイザ・ハイマイティ、ローズ・ザ・ステーツ・ゼネラル・オブ・ザ・ユナイテッド・プロビィンセス、コンサーニング・ザ・エレクティング・オブ・エーウエスト・インディーズ・カンパニー・アンノ・ドム・学騎士の代で公示された。1623年時点の GWC の、資本金280万フロリンは、 VOC の当初の資本金650万ほど大きくはなかったにせよ、かなりの金額だった。GWC には15隻の貿易船があり、西アフリカの海岸とブラジルに定期的に運航していた。VOC とは異なり、GWC には軍隊を配備する権利がなかった。1621年に12年停戦が終わった時、共和国は、 スペインとの戦争を再開するためのフリーハンドを有していた。会社の計画、グルートデセーンは砂糖生産と奴隷貿易を支配するという目的のもと、アフリカと南北アメリカのポルトガル植民地を占領するために立案された。この計画が失敗した時、市略船は GWC の主要事業の一つとなった。元より、 スペイン戦から身を守るため、大砲や兵士といった商船の武装は非常に重要だった。1623年にはほぼすべての船に、おそらく敵船の捕獲を支援するために、40から50人の兵士が乗り込んでいた。ジャックウェル・ミテによる、チリ、ペルー、ボリビアの沿岸への遠征は、総督マウリッツが議会と VOC の支援を受けて準備したものだった。 1628年にスペインの銀艦隊を捕獲した GWC 提督のピート・ハイン。会社は当初、費用のかかるプロジェクトという点では悲惨な失敗であり、取締役は領土の征服よりもスペイン海運からの略奪に重点を移した。GWC の最も目覚ましい成功は、新大陸のスペイン植民地からスペインに銀を運んでいた。 スペインの銀艦隊のピートハインによる捕獲だった。彼はまた、ブラジルの砂糖とか、ホンジュラスから、カカオ、インディゴ、その他の貴重な商品を満載した、ガレオン船を打破した。試略船は1620年代後半、最も収益性の高い事業だった。しかし、ハインの略奪業の成功にもかかわらず、会社の取締役は、それが、 長期的な利益を構築するための基礎ではないことに気づき南北アメリカのイベリア連合の領土を占領する試みを新たにした。彼らはブラジルを目標に定めた。オランダの様々な地域の取締役の間で対立があった。アムステルダムは会社をあまり支持していなかった。ハールレム、ライデン、ゴーダなどの飛行安都市はエンクホイゼンとホールンとともに 領土の占領に熱心だった。彼らは艦隊をブラジルに送り、1630年にオリンダとペルナンブコを占領して、オランダ植民地を創設したが、ポルトガルの強い抵抗のために保持することはできなかった。会社の船はカリブ海で私略活動を続け、重要な土地資源、特に塩田を占領した。しかし会社は全体としては成功しておらず、 彼らの株は急落した。オランダとスペインは1633年に停戦交渉を再開した。1629年6月7日にオランダ議会によって自由免除直挙状が承認され、GWC はパトルーン制度を創設してニューネーデルラントへの投資を集めようとした。これは植民地の人口増加を助けるために創設されたもので、 主にニューネーデルラント地域で15歳以上の住民50人が居住する植民地を建設した投資家をパトルーンと認めその周辺の土地を領地として与えるものだったパトルーンは海岸または航行可能な川の片岸に沿って最大4マイルまでの土地を領地にできたレンセラー家はオランダ西インド会社の最も成功したパトルーンだった ニューアムステルダムを含むニューネーデルラント地域は、現在のアメリカでいうと、ニューヨーク州、コネチカット州、デラウェア州、及びニュージャージー州の一部に相当した。他の入植地としては、オランダ領アンティール、南米のオランダ領ブラジル、スリナム、ガイアナが設立された。アフリカでは、オランダ領黄金海岸、オランダ領奴隷海岸、そしてアンゴラに設立された。 それは新たな奉献制度であり、パトルーンは海外植民地を支配するかなりの権限を認められていた。南北アメリカでは毛皮と砂糖が最も重要な貿易商品だったが、アフリカの拠点は奴隷、金、象牙を貿易していた。レシフェ、またはモリツスタットニューホランドの首都北米ではアルベルト・バーフ、サミュエル・ブロマート、サミュエル・ゴーディン、ヨアネス・デライラが ニューネーデルラントへの入植に挑んだが、移民集めの意味でもネイティブアメリカンからの防衛という意味でもほぼ失敗に終わった。キリアン・バン・レンセラーだけがハドソン川沿いの北部に入植地を維持することができた。サミュエル・ブロマートは南部のデラウェアバレーにニュースウェーデン植民地を設立することで、密かに彼自身の利益を確保しようとした。 GWC の主な目標は当時ブラジルにあった。1630年になって初めて西インド会社はブラジルの一部を征服することができた。ポルトガルから奪った領土に1630年ニューホランド植民地が設立された。しかし戦争は非常に多くの戦力を要求したので会社は破産の工場的な脅威の下で活動していた。実際、 GWC は1636年に破産し、再建の試みはすべて失敗する運命にあった。アムステルダムの GWC の倉庫ブラジルで進行中の戦争のため、特許上の期限の終わりの1645年の GWC の状況は非常に悪かった。VOC の取締役が望んでいなかったため、 GWC の損失を VOC の利益で補う試みは失敗した。両者の合併は実現不可能だった。アムステルダムはポルトガルとの和平と健全な貿易関係に強い関心があり、助けようとはしなかった。アムステルダムのこの無関心な態度は、やがて植民地を失うことにつながる、ゆっくりとした中途半端な政策の主因だった。 1647年に会社は VOC の資本150万ギルダーを投入することで再生された。総督はブラジルでの戦争に責任を負った。ベスト・ファーレン条約によりスペイン戦の捕獲は許可されなくなった。アムステルダムとゼーランとの多くの商人はハンブルク、グリュック・スタッド、イギリス、その他の国の海運業や商人と協力することを 決定した。1649年、GWC は、アクラ王国で金を呼び、アフリカ人奴隷の独占権を獲得した。1662年に、24000人のアフリカ人奴隷を供給することを約束したアシエントの所有者との接触があった。1663年と1664年に、GWC は、 ポルトガルとイングランドよりも多数のアフリカ人奴隷を販売した。最初の西インド会社は長期間債務に苦しみ、1674年の解散まで続いた。GWC が20年間生き延びた理由は奴隷貿易であり、そのための価値ある西アフリカの拠点の保有によるものだった。GWC が1674年に債務を 返済できなかった時、会社は解散した。しかし、西インドとの貿易に対する需要が高く、まだ多くの植民地が存在していたため、1675年に第二特許西インド会社を設立することが決定された。この新会社は、最初の会社と同じ証券を持っていた。すべての船、要塞などは新会社に引き継がれた。 取締役の数は19人から10人に減り、役員の数は74人から50人に減った。新しい GWC の資本金は1679年に600万、ギルダーをわずかに上回り、その大部分はアムステルダム支社から供給されていた。1694年から1700年まで GWC は 現在のガーナである黄金海岸沿いのエグアフォ王国に対して長い戦争を繰り広げた。コメンダ戦争はかなりの数の近隣のアフリカ王国を引き込み、金の貿易をアフリカ人奴隷の貿易に置き換えた。第四次エーラン戦争以後、新東ユースタティウス島、ベルビセ、エセキボ、デメララ、およびオランダ領黄金海岸のいくつかの取が、 イギリスによって迅速に占領されたため、オランダ西インド会社はもはや自身の植民地を守ることができなくなったことが明らかになった。1791年に会社の株式はオランダ政府によって購入され、1792年1月1日、かつてオランダ西インド会社が所有していたすべての領土がオランダ共和国の総督支配に戻った。 1800年頃3番目の西インド企業を設立する試みがあったが成功しなかった。ありがとうございます。